1939年10月、アルトゥールグライザーアルトゥールグライザーは、ドイツの政治家。バルテラントの国家代理官、また、国家社会主義ドイツ労働者等のバルテラント帝国、大喚区指導者。最終階級は SS 大将、NSKK 大将、NSFK 中将、海軍大尉、ドイツ帝国プロイセン王国ポーゼン州シ,シェローダ、原邦ランド領シロダに生まれた。 ギムナジウム在学中に第一次世界大戦が勃発。1914年8月、ギムナジウムを中退して、ドイツ海軍に入隊した。1917年7月に、海軍将尉に任官。その後、海軍の飛行士となり、飛行隊を率いて戦った。1918年10月に負傷して1919 19年春まで入院した。戦後、ドイツ義勇軍。 グレンズシューツ。オリジナルサウンドトラックに参加した。1919年から1928年にかけて自由都市団地費の輸出業者で働いた。1922年にドイツ社会党の党員となる。1924年には団地費の鉄と団の共同創設者、また団員となる。1928年から1930年に かけては、団津飛行で、旅客モーターボートの船長をしていた。1929年11月1日に、国家社会主義ドイツ労働者党と突撃隊に入隊。ナチ党のヒオ飛クダクの商業マネージャーに就任した。1930年10月中に、ヘルマンゲーリングから一時的に、ヒオ飛クダク指導者代行に任じられたが、 間もなくアルベルト・フォルスターにダンツヒを砕く指導者の座を譲り、グライザーはフォルスターの下で大管区指導者代理に就任した。ダンツヒ議会のナチ党議員団の団長ともなった。1931年6月30日に突撃隊から新英隊に移籍した。1932年10月5日には反政府活動のために、 エルビングの地方裁判所より200ライヒスマルクの罰金と1週間の投獄の判決を受けた。しかし12月20日の恩赦で執行されなかった。ナチ党政権掌握後の1933年には自由都市団地ヒの外交問題担当局長となり、また団地ヒ議会の副議長となる。1934年には団地ヒ首領長官、さらに ダンツヒ議会の議長に就任した。ポーランド進行後に、ポーランド領のうち旧ドイツ帝国領だった地域がドイツに復帰し、そこの領域に当然大管区が設置された。1939年10月21日にグライザーがその大管区指導者に任じられた。バルテラントの国家代理官にも任じられた。ダンツヒに持っていた役職はこの際にべて辞した。 1940年7月7日には国会議員となる。国家社会主義自動車軍団や国家社会主義航空軍団にも属し、それぞれ対象、中上位を与えられている。またかつて所属していた海軍より、予備役海軍隊員の階級も送られている。戦後、アメリカ軍により逮捕され、ポーランドに送られて法廷にかけられた。 1946年7月9日に死刑判決を受け、7月14日に処刑された。グライザーには息子が2人、娘が2人いた。ありがとうございます。